この紙じゃなくてもノートでもいいんですけど、ちょっとつけてください。で、この子ね、体重ちょっと少ないからさ、人間の体重計でいいから買ってください。今の骨格だったらもう1割は体重欲しい。だから3500、600あってもいいかな。ちょっと痩せてるから。太りすぎてもダメですけど、痩せてる方がもっとダメです。だから中肉中背からちょっとそれぐらいの方が病気が少ない。もし病気しても体力があるんでね、いいかなと思いますね。ね、だから体重を測ってほしい。が食事は1日何グラム食べてるか、ドライが何グラム、おやつが何グラム。だからさっき何グラムって言ったから、とにかく全体の 90% をね、ドライにして 10% をおやつにして、ね、で、まあ、それぞれ何グラム食べてるか、で2回は2回でいいと思いますよ。元気はありますよね、100で100。だこれ朝見るんですけど、夜前の夜から今日の朝まで何回したかな、朝から言うまで何回したかな。おしっこはなかなか難しいけど、ここのことは難しい。まあ下かしてないか、下か、まあ丸かバツですね、しなかったら。で、あとは気がついたことが何か、特にね、耳の匂いは毎日チェックしてください。それがね、なくなっていかなきゃダメです。だから右も左もちょっと匂いがあります。まあここ気がついたこと書いてもらっていいですからね。そんなところかな。あと環境、この子が普段いるところの温度湿度、こういう温度湿度計をポンと置いといて、エアコンの設定温度より実際の温度ね、を朝一番夕過ぎ夜温度湿度をちょっと記録、これは毎日なくてたまにでいいですから記録していただけますか。で、あとそうか、ここ点が1回、耳1回、耳は1回ですよね。点眼の方もね、1回ではちょっとしんどいんで3回以上したいんですよね、これが、3回以上やってください。こっちは1回ですからね、何回も同じと言いますけど、くどいんですけど。で、これをつけながら、忙しい日は開けといてもらっていいですか。またこの紙持って、はい、今度の日かな、木曜日が準備に来てくださいね、はい。はい、でちょっとね、残りの毛をちょっとまた今度やりますから。だからじっとしてくれてたらもう全部一気にやっちゃうんだけど、一つ方法は押さえつけちゃって無理やりやってもいいんだけど、初めてでそれやっちゃうとですね、今度来た時ですね、すごい怖い、ここが怖いになっちゃうと私も治療がしにくいんですよ。ここに来たらご褒美もらえて、なんか褒められていいなって、そういう風に感じに仕向けたい。お家でもそうなんです。治療する時にご褒美やって褒められて、それで、まあね、ブラッシングとかエントリーとかね、やってあげてください。